皆様こんにちは、小池治です。今回はアドリブサックスの上トークということで、文字通り、ソロの中ではなくてはならない、2-5 のフレーズ集だと思ってください。さらに今回は、同じ2-5でもメジャートニックへの2-5、マイナートニックへの2-5、そして、同じ2-5でも、テンポの違いやいろいろなバリエーションの2-5を用意しています。また歌い方とかアーティキュレーションとか、付け方に、工夫しながらトライしていただけると楽しいかと思います。フレーズの中には、コードスケールに属さない音などが、今回、入っていますが、これらはディミニッシュ、またコンビネーションディミニッシュ、オルタードスケールなどの、アプローチノートを使ったものなので、こちらは解説書をご覧ください。なお今回は同じ2-5をバリトンサックスからソプラノサックスまで、幅広く練習できるように、B フラットキー、そして E フラットキーのマイナス1を用意していますので、そちらもぜひ、利用してください。では早速トライしてみましょう。まずは C メジャー、バラードの2-5です。
いかがだったでしょうか。同じ2-5でもバラードの場合、ただ音符を吹くだけでは、とてもメッセージ性に欠けます。一音一音とても大事だと認識しながら吹くことが大切だと思います。では次に、ミディアムテンポそして、ファストテンポの2-5に移りたいと思います。ここで、注意しなければならないことは、スイングするということです。フレーズを吹くときに、少し跳ねながら吹くということを意識しながら練習してみてください。スイングいかがだったでしょうか。少し跳ねることによって、同じフレーズでもよりジャズっぽいソロになったと思います。では次に C メジャー2-5の最後ですけども、ベリーファースト、そしてここで重要なのは、早いフレーズを練習するときは反復練習あるのみです。早口言葉を喋れるようになるのと同じで、何度も何度も早いフレーズを練習してください。そして、注意点としては、決して走らないように、吹けるようになることが重要です。